世界中で移動式の花屋をやってます。さまざまな国ですとか町に赴いて、人々に希望というような花をお届けしております。少年の目がキラッと光って、で誰にこれどうするのこの花って言ったら、今からお母さんに渡すしたいとか、あと若い男の子たちが恋人に渡したいというか、どの国に行ってもやっぱりみんなお花をもらうと笑顔になるし、だから人間としてのそのポジティブな力がこう前面にこうググッとこう出てくる。花を僕ら渡すで受け取るっていう非常にこうシンプルな、あともう本当にプリミティブな表現だとは思うんですけど、そこでこう人はこう、やっぱ改めて喜びとか本当にポジティブな力を感じることができる。我々も花の力を信じて人を幸せにしたいって思って活動してますし、多分 BA もブランドとしてそのコスメを通じて世の中の人を幸せにしてあげたいって思ってる。人間も植物も生き物ですから、ただ単に美しくなるじゃなくて、生命美というキーワードがやっぱりしっかりあって、笑顔とか希望が広がっていく、前向きな気持ちが広がっていく、人をこう本当にポジティブに前向きに変えていけたらいいかなっていうふうに。